このまあまあ順調につながればいいですけどはい YouTube に参加中ってなってますねはいすみませんもう配信されてると思いますあ、本当ですか、はい、これもしかしたらあれですかチャンネルとか変わりましたさっきのと そうですね、変わりましたね。あ、変わったんですね。さっきのやつで見そうですね。<laughs> さっきのやつで見てたから。ちょっとツイートします。はい。了解です。じゃあさ、前のやつ消した方がいいですよ、ね、これ。19分前のやつ。そうですね、ちょっと今消します。はい。今ツイートしましたんで、レオさん、すいません、お願いします。ここです。

これで大丈夫だと思いますもし YouTube 上でなんか不具合あったりとかしたら太田さんまた教えてください。録画も YouTube 上に残ってるってことですかねあります,はいすか大丈夫です。生配信ご覧の皆様ちょっと、えー、お時間いただいてすみませんでした。えー、今回は、えー、元プロサッカー選手で、えー、解説者で、えー、大学東京大学ので指導されている林さんを、えー、ゲストにお招きしております。冒頭15分生配信公開ですのでよろしくお願いします。お願いします。 林さん、今ちょっと先に一旦、はい、あの生配信あの始まる前にちょっとシティの話しててっていう感じだったんですけど、はいはい、ちょうど昨日林さんがアーセナル対バーンリーの解説されてたんですよね。してました。はい、で僕、はい、ちょっとそれあの知らないまま、まあまあ、生配信の時は当然音声聞きながらやるんで。 アーセナルバーに見てたら、なんか解説、林さんで、林さんがあのレオさんと同じことを解説で指摘してますみたいなのが、チャットでめちゃくちゃたくさんコメントあったんですよ。あ、本当ですか。はい、で、僕、林さんとあの交流させていただいてるのを知ってる方ともいたんで、ちょうどこの一緒に昨日みた見た話を今するっていうのがすごいタイムリーで楽しいかなああ、そうですね。はいはい、昨日あじゃあ、あの林さん、あのう、ー、昨日アーセナルバーにまず、雑感として全体的にどんな試合だったなっていう。 そうですね、あのはい、アーセナルがこうボールを保持する展開ではあったんですけど、はい、まあどちらかというとこう、バンリーのこう4う4四2のブロックに持たされてるっていう形で、全体的にこう中2日っていう、アーセナルは中2日だったんで、うんこう、重さもすごく感じましたよね、スピード感がなかったですね、今までのような感じの。うん なんか、一個一個のチャンス、あのつながって、最後、アーセナル、ラカゼットが外しちゃってみたいなシーンとかもありましたけど、うんうん、全体的に、こう、重い体に鞭ち打ちながら、ゴール前まで、こう、あのテクニックの上限値出していってるみたいな感じがしましまたよ、ね、そう、そういう感じしましたね、こう、奪ったのこの、こういつもだったらもっとみんな追い越していくのに、縦の速さがないんで、どうしてもこうやっぱり疲れてると、ボールを保持しようとしすぎて、はい、こう、時間がかかってしまうみたいな。 うん、そういう点で相手がこう自陣にこう寄陣してしまってっていう形が多かったですよね林さんだったらどこ修正したいなとかなんかそういうのを思いながら見てましたでも俺だったらやっぱりロコンガの少し立ち位置をもう少しこうあん前今のアースナルってどちらかというとこう4231とかの形からツーボランチの トーマスとかジャカの形からでもどちらかというとワンアンカーの形にしてっていうのが今多いじゃないですか。はい。なんでその役割を今回ロコンガが、まあ、人もいなかったので、うん、まあそれをロコンガにこうさせてしまったっていうところでまずロコンガもかわいそうではあったんですけどそこのロコンガがやっぱりどちらかというとこう背中から来てる状態でプレーするのは苦手な方なんですよね彼はまだ。うん うん、だからそこのアンカーに入った時にやっぱりどうしても隠れちゃうみたいなとこが結構多かったかな最初こう相手のツートップの背中に立つのはやっぱりよくて、うん、でこうやっぱり相手のバウンディもツートップで真ん中をこう背中で消してきてはいたんで,そう,でそうそうそこが使えないけどサイドバックに展開した時に サイドとかに出たときに、またポジションを取るのがやっぱり遅かったんですよね、ロコンうそうですねそう。やっぱりアンカー433とかでやってると、アンカーがやっぱりボール持ってテンポよくさばいていくと、チームってすごいリズムができるんですけど、うんうん、どうしてもそのセンターバックが持ちすぎて、探して探して出すみたいなシーンがやっぱきの日多かったじゃないですか。そうですね、はい、そうだから余計にその停滞する原因にもなっていたのかなと感じましたね。 あれって僕、やっぱベルギーから来たての若手じゃないですか。うん、で、あのテクニック的にはこう顔を上げて、前向いて、パス出せるときみたいな、そけ、うんうん、だったら、結構、いいサイトチェンジ出たりとかするっていう、うんうん、あの感じだと、多分そういうところに、フォーカスした練習だったり、取り組み方をしてこなかったタイプなのかなと思ってて、うん、あの僕が、まあ。だから、それが今、修正されてる途上なのかなと思ってるんですよね。 まあそれもあると思いますし、まあ、その選手によってそのキャラクターがやっぱり違うんで、こう後ろ向きでアンカーに適した選手とか、うん、やっぱり前向いたらこう推進力があって、キックが蹴れてみたいな、うん、やっぱりその選手のキャラクターがあるんで、うんうん、そういう意味では間違いなくこのアンカーの役割をする。 キャラクターにロコンが適してはいないんですよね。それでも使ってるのってあれですかね、やっぱりこう根拠お金かけて取ってきたってとこが大きいんですかね。そうそうそう、はい、でも昨日のスカットを見るとやっぱりもう中盤がいないんで、うん。仕方なくみたいなところはありますよね。うん、例えば 僕は、あの、リえー、っと、リーズで、ベン・ホワイトがすごいうまくやってたのを覚えてるんですよ、アンカーを。カルビン・フィリップスがいない時に、ベン・ホワイト、すごいうまくやってて、だけど、リーズは、あの、ブライトンが要求するほどの額は出せなかったから、買い取れなかったみたいなのがあって、うんうん、僕は、あの、ヤ、ま、安、あ、がいたらやらせやすいですし、いなかったとしても、あのチェンバス、ヤ安と比べたら、それはあれですけども、うんうん、サイドバックとかに使えるんで、全然。うん,う,んうん。なると、ベン・ホワイトとか使ってほしかったなって思うんですよね、ああい うん、まあだからそこがね、実際中ではどうだったのかっていうところはありますよね。練習で、じゃあ、チェンバースのプレーがあまり良くなかった、うん、コンディションとかプレーが良くないから、やっぱ使えないって判断して、うん、っていうところもあると思うんで。だからこそ、ちょっと冨安無理させちゃったっていうのがありそうですもんね、だからそれは、それは間違いなくありますよ。だって、練習してない状態で試合に出すなんて、普通じゃ考えられないことなんで。うん ね、実際に前、それでセドリック使われた時のパフォーマンス見ると、あそれは冨安、無理して出したくなるんだろうなっていうパフォーマンスでしたもんね。そうですね、まあ、セドリック自体は怪我してたみたいですけどね。なんかやっぱ、結構今のアーセナルって、そういう,こう、出てる選手、まあ、どこが置いといてこの、がっつりこのアーセナルでスタメン、アーセナルでっていうか、タがこう信頼してるというか、うん、デバンクすごい与えてる選手と、そうじゃない選手のクオリティの差って結構出てますよねいや出てますね。 うんこのね、やっぱり一軍とこのセカンドチームっていうところの差がやっぱり今あるんで、うん、やっぱり昨日みたいなこう人が揃わないときに、ああいうゲームになってしまいますよ、ね、うん、そうですね。だからリバプールとか見ると、やっぱりそのマネとかサラがいなくても、うん、その代わりになる選手がやっぱりいるっていうところはやっぱ違いますよね、はいうん、結構あれですか、林さんでも仕方なくロコンが使いますか、昨日の試合だったら。 いやー難しいな、まあ、ホワイトの、うん、アンカーも俺はあるかなって考えてたんですよ。うん、やっぱり自分も解説するときにある程度どういうメンツで来るかとか先にこうどういう内容になるかみたいなところをイメージしながら準備するんでそのときにメンツを考えたときに、まあ、ホワイトの冨安が出るならホワイトの俺はアンカーもあると思ったんですけど。うん 冨安が出ないってなった時に、はい、じゃあやっぱり後ろはもうそのホールディングと、はい、ホワイトがそ、まあ、そうそうホワイトが右になって、うん、まあ中盤はもうその、そウーデゴールと、ね、ロコンガが最近2人でやってたんで、はい、あそこになるかなっていうのは感じてましたよね。うん、あの最近あんま出てなくて、アフリカネーションズ行っちゃいましたけど、ペペとかにはどういう評価しました、林さんっていや、ペペ、個人的には結構好きな選手なんですけど。うん うん、やっぱり安定感はないですよね。うん、なんかやる気あるときとないときとか、自分にこう消えてしまうことも多いので。ああいう選手って指導されたことありますそういうリズムが違う選手とか。いや、もちろんその大学の中ではいますよ、<laughs> ああ消えて。はい でもそういう選手に監督としては、あれじゃないですか、そのファンの立場なら違う選手使いですけど、監督としてはみんなに良くなってほしいじゃないですか、絶対。どういう言葉かけたりとかするのかなって思うんですよ。まあでも、はい、まずは継続的にこう試合の90分の中で消えないようにプレーしようっていうのは、まずメンタル面のところは伝えますよね。うん、まあ自分ができるんだっていうところを問いかけて、まあ、あとはその自分たちのチームのプレーしてる原則だった。 原則だったりっていうところを落とし込みながらやっぱりそういう消えてしまう選手っていうのはやっぱりその90分間の中で集中力が切れてたりとか、うん、あた頭の回転のとこがやっぱり遅かったり理解してなかったりするので、うん、やっぱり消えてしまう時間帯っていうのは多くなると思うので、うんうん、まずはそのプレーする時にもちろん体も動かすけど頭のとこを どどんどんフル回転させながらプレーしろっていうのは伝えますよね。うん。それに言うだけで変わりますなんか、ああいうタイプの選手ってなんか変わらなそうだなと思っちゃうんですそうそ、そこが難しいんですよ。はい。そう、だからそこがね、なかなかそういうプレーヤーって逆に一発持ってる選手がそういう。ああ、まあ、ペペそうっす、ね、多いですよね。そう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 。マルシャルとかペペってそんな感じがしますよ。<laughs> そうですね。でアーセナルだと、今やっぱり、まあ、冬の移籍シーズン、まあ、あと1週間ぐらいあるんで。 今のスカットの薄さの話になりましたけど、どこの補強が必要みたいにいや、間違いなく中盤ですね。ボランチああ、やっぱボランチですよね。うん、ボランチと、まあ一番最初に俺はボランチだと思って、うん、さらにトレンナーは前線の選手ですよね。はい,は,いはい。フォワードの選手は間違いなく必要です。めっちゃ一緒で嬉しいんですけど、ボランチとかって具体的に名前とかってあります <laughs> まあだから今出てんのは、ね、ザカリアとか、はい、アルトゥールとか、 はい、で俺、アルトゥールもすごい好きなプレイヤーではあるんですけど、うん、まあボールを動かすってなったら、アルトゥール、非常に本当にいいプレイヤーなんで、うん、アンカーとか適してはいるんですけど、うん、でもやっぱり守備の面では、サボりがちなところがあるんですよ、彼は。うん なので、守備の面でこう穴にならないかなとは心配してます、ねうん、なんかあの僕、個人的にはやっぱりトーマスと並べられるしトーマスがいないときに柱になれるっていう選手が必要だと思っててそれこそある程度、もそれ分かってるからトーマス取ってきて、うん、で一番いい時代はやっぱりあのあのビエラ、ジューベート・シューバーみたいなことだと思うんですアーセラルでいうと、うん、でそれになれる選手ってまあ怪我しなかったらザカリアだったりとか競合、うん、相手に競り勝てるんだったらケシエだったりとか。 うん、並べられるし、一枚でもいけるしみたいなタイプかなと思ってるんですよねまあそうですよね、それが一番、一、うん、人でもこう安定感というか、チームをこう活性化させられる中盤の選手がいるっていうのは、やっぱり必要ですよね。うん、それにまあ、ジャカも、ジャカも退場気味だし、そうですね、<laughs> ジャカはインタビューで、僕は変われないって言ってたそうい。逆に潔くて応援したくなりましたけどね。<laughs> うですかロコンそそうなりそうですか、まあ、まだ時間はかかりそうですよね。でも、うん、だからアンカーの選手ではないので相方がどの選手かによってさらにこう変わってはくると思いますよね。だトーマスとかがこう役割としてアンカーしてくれて、うんえー、ロコンガが少し前で自分でこう左落ちのサイドバックとセンターバックの間とかに落ちて前向きな状態で、うん。うん 運べ組み合わせしだいじゃないですかなんか、ジャカがもともと夏にローマ行きそうだったじゃないですか、かなり。そこであの交渉進んでた選手なんで、そこの入れ替わりの空気だったのかなと思ってるんですそこが残ったんで、2人残った上であで、ちょっとノッキング起こしてるっていうか、2>, うんそうね、2人一緒に使うとみたいな感じになってるのかなと思いますね。 パティーノっていうみたいなんですよ。ああはいあ、見ました、見ましたそ。そうそう、その選手もすごい楽しみらしくて、まあでもやっぱまだ線の細さとか若さがあるみたいなので、うん使えてないみたいですけど、楽しみな選手はね、やっぱりどんどん下から出てきてるとは思うんですけど、はい、やっぱりさらにこう、ドンと構える柱みたいな選手は間違いなく必要ですよね。うん。あれですかその、それこそ今ボランチの話基本しましたけど、 やっぱ林さんというストライカーなんで、アーセナルに必要なストライカーとかいうか、うん、おすすめストライカーみたいな。この人来たらいいって。まあ、ブラホビッチはね、あの、もともと、俺は1年前、2年前ぐらいから結構評価してて、はいはい、すごい素晴らしいプレイヤーなんで、来て欲しいとは思うんですけど、まあ、どうしてもね、CL に出られなければっていうところも考えがあると思うし、 ですね、あと、なんかすごい本人、ユベントス希望っていうあ、ね、みたいですねそうそうそう、はい、みたいだし、ブラホビッチとかが来たらいいとは思うけど、でも今のアーセナルのサッカーにやっぱり、ラカゼットはすごい必要ですよね。ですよね、なんか、うん、ラカゼット出して当たり前みたいな空気になってますけど、はい、あんなに後ろとあのボールつあの、ゲーム作るときに絡みながら前で出てって、うん、体も張れるし、守備の時にもそこまで戻ってくれるんだみたいなシーンもありますしね。 そうですね。その後ろからのビルドアップのときのつなぎのリンクマンにもなれますし、うん、まあゴール前でしっかりポストプレイもできますし、うん、っていうところはやっぱりラカゼットにしかできないこうポストプレイの形とかもありますからね。なんかラカゼットって、でもそのなんかここで話す実力ほど出番を与えられない時期あったりと思います、うん、あれ、林さんってでだと思いますしまし、ね、いや、それはね、僕も。 結構謎ででししたたねなななんでなんだよって思ってて思ましたけどん,なんかフランス代表にもあんなに実力あるのに呼ばれなかったりとかマルシャルとかが呼ばれたりんかラカセットってこう出れない時とか変えられた時結構不適されるじゃないですか。ああしますね。僕あれが結構監督をイラッとさせてる可能性あるんじゃないかなっていうふうに思ったりとかしちゃいます <laughs> それは結構あるかもしれないですね。そ、まあ、それれこそラカセットが王様になれるというかもうかも 絶対の国だったんですけど、フランス代表って代わりがいっぱいいる状況だと、だったらお前はなしだみたいな。いやそれ、それはなり,なりますね。セナルだと、それこそオバメアンがいたりとか、うん、他の若手ちょっとエンケティア使ってみようみたいな時期だとそうなってたのかなとか思いますよね、うん。そうですね。最初の方はもう明らかこう、荒れてたの、構想に入ってなかった感じをしましたよね。空気的にそうでしたね。そう、間違いなくオバメアンが、まあ、 あまりパフォーマンスが良くなくても90分間使い続けるみたいな試合も多かったですし、でも今のオーバーメン屋の状況になってしまってからこうラカゼットを使って、はい、でもやっぱりまだこう75分あたりで結構交代させられてるんで、はい、完璧な信頼は多分まだしてないと思うし、うん、ラカゼット自体も。 こうアルテタからのこう完璧な信頼を感じてるとは思えないってものですよね。そう。まあ、いやそれこその他のストライカーエンケティアに対するあのハさんのまあダメ出しというかそういうところも聞きたいんですけどちょっと15分になっちゃったんでちょっと一般公開ここまでね。<laughs> 皆さんありがとうございました。なんでよかったらここから先の林さんとの他の、えー、アーセナルトークだったりとか、えー、他のチームのプレミアルのチームを中心にしたトークだったりとかあと指導現場での話とか聞きたい方はえー、ぜひともレオザ学園の概要欄に